シュバルツェンベルク外相、カレル・シュバルツェンベルクは、チェコの政治家。外務大臣、第一副首相、トップ霊級党首などを歴任した。ボヘミア有数の大貴族だった、シュバルツェンベルク公家の、現課長であり、ドイツ語の、全名は、カール・ヨハンネス・ネポムク、ヨーゼフ・ノルベルト・フリードリヒ・アントニウス・ブラティスラウメナス、シュバルツェンベルク。 伝統的な貴族称号を重んじて、シュバルツェンベルク公と呼ばれることもある。弟系、シュバルツェンベルク公家課長カールと、その妻のフィルステンベルク公を女、アントーニエの間に長男として生まれた。1948年に共産党のクーデターが起きると、家族で国外に亡命し、スイス国籍を取得して、オーストリアに移住した。このため、 チェコスロバキアとスイスの二重国籍者となった。ウィーン大学とクラーツ大学で法学を、ミュンヘン大学で林学を学んだ。1960年代より保守派のオーストリア国民党の党員として活動し、同党内ではシュバルツェンベルクを将来の外相候補に推す声も上がった。その後、出身国チェコスロバキアの共産党独裁体制に対する抗議活動や、 人権擁護活動に活動の重点を移した。1984年から1991年まで人権のための国際ヘルシンキー委員会の委員長を務め、1989年にヨーロッパ人権賞を受賞した。同年末にビロード革命が起きて、チェコスロバキア共産党の独裁が終わると同国に帰国した。 1990年7月から1992年7月にかけて、チェコ大統領、バーツラフ・ハベルの大統領府長官を務めた。ハベルとは、長年の友人で、ハベルが1996年に、笹川洋平と共に創設した、フォーラム2000のメンバーにも名を連ねた。2004年11月には、プラハ第6選出の元動院議員に就任した。2005年5月、 ドイツ連邦議会議員、アルノルト・バーツと一緒に、キューバを訪れた際に、反体制派と会合を開こうとしたため、キューバを追い出された。2006年に、元老院の外交、防衛、安全保障委員会委員長を務めた。2007年1月から2009年5月まで、第二次、ミレクトポラーネク内閣の外務大臣を務めた。緑の党がシュバルツェンベルクを外相に指名したとき、 大統領バーツラフ・クラウスがシュバルツェンベルクはオーストリアと強い結びつきがあり国益を守る人物として不足があると反対したため騒動が起きている2009年上半期には欧州連合理事会議長国担当閣僚となった同年ミロスラフ・カローセクと共に神道、伝統、責任、繁栄礼宮を決闘し2010年 チェコ議会会員選挙で相当票数の16%を獲得した。同党が会員の第3勢力となり、3党による中道派のペトルネチャス連立政権において第一副首相権2度目の外務大臣に就任した。またこの選挙でシュバルツェンベルクは元老院から大議員へと替えした。2011年10月6日から8日にかけ、日本を公式訪問した。 外務大臣、黒葉孝一郎ら政府要人と会談したほか、皇太子、ナルヒトシンの海も越見している。東日本大震災で深刻な被害を受けた宮城県と福島県を訪れ、福島県には占領計10機を贈呈した。福島県で活動するカトリック教会には、チェコで数計を集めるプラハの幼きイエス像のレプリカを送った。 2013年の大統領選挙に立候補し、1月11日から12日にかけて行われた投票の結果、得票率23%で2位となり、1位のミロシュ、ゼマン元首相と共に1月25.26日投票の決選投票に進んだが、得票率45.19%で敗れた。2013年7月にネチャスが側近の汚職で退陣し、 シュバルツェンベルクも第一副首相と外務大臣を退任した。1804年以来、シュバルツェンベルク校歌は、ニーケイと弟系の2系統に枝分かれしていた。しかし、ニーケイの最後の世代の男子相続者、アドルフ、ヨーゼフ及びハインリヒの3人には男子がなかった。1960年、弟系の次期家督相続者であるシュバルツェンベルクが、ハインリヒ公師と、 養子縁組し、1979年に、ヨーゼフ公子が亡くなると同時に、入系の家督を継いだ。これにより、シュバルゼンベルク公家は一本化された。1967年4月22日に、ゼーフェルトにおいて、旧白爵家出身のテレーゼ・ハルデッグと結婚したが、1988年に、離婚、そして2008年に復縁した。 夫妻の間には、以下の二男一女がいる。ありがとうございます。